便利屋の仕事と聞いて何を想像する？家の家具移動、犬の散歩、この腐った掃きだめやと、そんな依頼はゼロやな。命を危険にさらす、そんな依頼ばっかりや。具体的な業務内容ね。まずはボディーガード。あとは賞金首を追いかけたり、それに傭兵崩れのお相手もするな。相棒？そんなんおらんよ。ああ！お前誰にもの言うとんねん、おい。お！お前な、そんなこと言うとったらよ、おい。ケツからお前手入れてお前よ。奥歯ガタガタ言わせてこんな、おい。ふざけんな。いい加減にせらせてこんな、おが。このおっさんとはなんちゅうか腐れ縁やな。部下は軍隊経験者ばっかりや。このおっさんだけは敵に回したない。俺はガキの頃から便利屋業界におる。なんでこんな仕事を続けるかって？これしかないんや、俺にはな。